はい、皆さんこんにちは、株式会社ヤマハミュージックジャパンの松隈です。主にスタインバーグ製品のマーケティングを担当しております。今回私の方から紹介させていただくのはスタインバーグドラム音源グルーブエージェントです。このグルーブエージェントの特徴なんですけれども、生ドラムの音からですねドロ系の音まで、さまざまな音源が入っておりまして、また機能の方ですね、編集機能の方が非常に優れておりますので非常に汎用的な、使い方ができるというところが特徴になっております。では、まず生ドラムの音ですね、ザ・キットという音源を聞いていただきたいと思います。はい、ではこちらがですねザ・キットの画面になります。ベルリンの有名なレコーディングスタジオで収録された音ですね。まあ、こういった非常に高音質な音源が収録されております。またこちらのパターンという部分ではですね、まあ、こういった多数のループサンプルが収録されております。で、この右の部分の編集部ですね、こちらで上下に動かすと音量、左右に動かすと手数がコントロールできます。右に行けば行くほど手数が増えていくと。でサウンドの詳細はですねこのミキサータブから、コントロールすることができまして、例えばルームこちらですねいじりますとより部屋なり感アンビエンス感が追加されて派手なサウンドになります。まあ、こういった形でコントロールすることができます。ではグルーブエージェントの、ユニークな機能としてデコンポーズ機能について紹介したいと思います。こちらがですね、読み込んだサンプルになります。まあ、音こんな感じですね。こちらですねこのデコンポーズですね、このデコンポーズというところを押していただいてアプライ、これを押してもらうとこういった形でノイズ成分と、トーン成分ですね、まあ、音色の成分に分かれるという形になります。ちょっとこれ別々に聞いてみるとですね、これピッチの部分だけですね、トーンの部分です。でこれがノイズ部分と。でこれで何ができるかというと、例えば、このピッチ部分にだけ、まあ、トーン部分にだけボリュームを大きくしたいとか逆に小さくしたいとか、まあ、あとこのトーン部分のピッチだけを変えることもできますね。曲のキーに合わせてこのトーン部分、まあまあ、音程があるのでここをですねピッチ変えて曲のキーに合わせると、まあ、そういった形でキックベースなんかも非常によく使われますけれども、こういった形で、使うことができる機能となっております。でこの機能を使ってキックベースを作った音がこちらになります。でここに上物を足していくと、はい、以上がデコンポーズ機能の紹介になります。はい、このようにですねグルーブエージェントは、まあ、J-POP や、まあ、ロックですね、そういったサウンドからエレクトロのようなサウンドまで幅広く活用できるドラム音源となっております。以上がスタインバーグ社のドラム音源グルーブエージェントの紹介でした。